視聴ありがとうございます。大工マンです。今回は長崎の鐘の伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲は3フレットにカポタスト。Aマイナーコードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で6種類。簡単に確認しておきましょう。A コードの形です。A マイナーコードの形です。D コードの形です。こちらは4弦から下を響かせましょう。D マイナーコードの形。こちらも4弦から下。E コードの形です。E7 コードの形。コードチェックが済んだら次は右手ストローク。長崎の鐘は4拍子。引き下ろし、引き上げ、1往復を4回繰り返して、1、2、3、4、1、2、3、4と繋いでいきます。では、左手でネックを押さえて音を消して、このストローク練習をご一緒しましょう。1、2、3、4の1セットを2回ご一緒に、ゆっくり4カウントで入ります。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンは、ゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。では、メロディーラインへ入っていきましょう。1番詩の2行。1行目、前半分のゆっくりお手本を先に聞いてください。コードチェンジを見ていきましょう。Aマイナーから D マイナーへ E7 へ。では、さらにゆっくりスピードでこの前半分をご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。この部分が標準スピードに達すると、となります。続いて後ろ半分のゆっくりお手本です。コード進行は先ほどの前半分と全く同じです。ではこの後ろ半分、さらにゆっくりスピードでご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。後ろ半分が標準スピードに達すると、悲しいと切なさよとなります。そして1行目全体が標準スピードに達すると、
2行目のゆっくりお手本です。コード進行を見ておきましょう。 Am から D7 E7 Am E7 では2行目全体をゆっくりスピードでご一緒しましょう。4カウントで入ります。1行目が標準スピードに達すると となります。後半の3行、ここは全体を半分に分けて前半分から練習しましょう。先にゆっくりお手本を聞いてください。コード進行です。Am から E7 Am A D ではこの部分をゆっくりスピードでご一緒しましょう。4カウントで入ります。この部分が標準スピードに達すると儚く続いて後ろ半分のゆっくりお手本です。コード進行です。 E コードからA コード D E A では後ろ半分をゆっくりスピードでご一緒しましょう。今度は3カウントで入ります。1,2,3
半分が標準スピードに達すると、となります。さらに3行全体が標準スピードに達すると、今回の課題曲「長崎の鐘」は、当時長崎医科大学の医師だった永井隆博士が表した同盟の手記が元になって生まれました。揺るがぬ平和を訴え続けた博士の声は歌に託され、大切に歌い継がれて今日に至っています。ギターの伴奏も鎮魂の気持ちを忘れず、歌声に寄り添うご配慮をお願いします。全体の弾き方解説は以上です。なお、フルコーラスの歌詞とコード割りを見やすい PDF データでご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。この後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、長崎の鐘、フルコーラスお手本演奏をぜひご視聴ください。そして、弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで、本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。